皆さんこんばんは、純喜です。はじめましての方ばかりですかね。奈良でね、シンガーソングライターとして1年半前にいきなりギターを持ち始めて歌いました。それまで音楽とは全然縁なくてね音楽始めてからの縁っていうのをまたそれまでと違ったものでね、ありがたいことばっかりです。今日本当インフィニティさん、エイジさん、ありがとうございます。気持ち込めて歌わせてもらいます。じゃあ聴いてください。なんか尊さを僕は歌ってます、いつも。何か尊さを分かればみんな人は優しくなれると思ってます。尊い安い。尊さを忘れている。
ございます。ために作ってるようで自分もなんか助けられてるというか、音楽に。次はウェディングソング、これは友達の結婚式で作りました。愛と笑顔が永遠に。鐘の音が響き渡る、いつもよりたくましい背中、いつもより綺麗で優しい笑顔、みんなの笑顔が一つになる。お父さん、お母さんとの
ありがとうございます。暑いですね。そっちに座ってる時めちゃくちゃ寒かった。ジャンバーずっと着とってんけど、なんかもう2曲目にして、なんだこれは。皆さんね、あの僕最近、今年に入って目標ができまして、とりあえずその今年1年のってわけでもないんですけど、レコ初ライブ、今 CD 制作中なんですけど、ミニアルバムで100人集客、まあ僕だけじゃないんですけど、その演者さんもみんなで協力して集めてほしいんですけど、100人集客ちょっと目指して頑張ろうかなと思うんで、よかったら高田のラバーソウル、わかります、ちょっとアホ僕近所で、ちょっとお客さんも来やすいかなということで、5月31日に今予定してます。また告知するね。はい、よかったら皆さんちょっとね、覗いてください。その時にはまたさらに成長してます。今はもう突っ走ってるばっかりで、豊富な行動が分かるわけでもないし、なんて言ったんやろ、なんかこういう出会い素晴らしくないですか。なんか皆さんこうやって僕、渡るさんとか周さんとかいつもお世話になってて、そんな感じで皆さんともなんかつながっていけたらなって、普段から音楽で遊んだり、またお願いします。次の歌はじっちゃんばっちゃんのことを思い出しながら涙しちゃう心境をそのままその時作った曲です。夕日を見ながらじっちゃんばっちゃんを思い出しました。あの広い空はどこまで続くんだろう、あの白い雲はどこまで流れてくんだろう、ずっと昔の人たちもこうやって見上げてたのかな、やけに夕日が眩しくて微笑んでるように思えた、ああ時は流れて人はめぐりめぐる、出会い別れて人は優しくなる、
はめくりめぐる、出会い別れて人は優しくなる、やけに夕日が綺麗で一粒涙が落ちた、帰ってくることない時を大切に歩んでゆこう、ありがとうございます。泣きかけました、ちょっと危なかった、ね、次はね、お茶に手伝ってもらおうかなと思います。お茶もうね、仲良くなったらこんなふざけたことも言えるんで、ちょっと皆さんこれぐらいの中にならないですか中にあったらしばかれるかもしれないけど、ちょっと今泣きそうになったわ、今歌聞いて。あ、本当ですか。いいでしょ、純喜の声がね、ちょっと人が持ってないような声持ってるんでね。あ、まさか、はい、ありがとうございます、皆さん、本当にね、まだまだ僕はね、今、こんなん、まだまだ通過途中、通り道、なんて言ったら通過点、ちょっと頭悪いんで、ね、言葉出てこないんですけど、絶対、奈良県ぐらいやったら、有名になってやるんで、皆さん覚えておいてください。ぐらいやったら言い切ります、絶対に。まあまあまあ、CD 作ったら大阪も出ようと思ってます。次は僕、高校、小学校、中学校、高校、大学と野球やっとって、仙台の方にちょっと特待生っていうので行ってましてね、全国中に友達がいます。そして、地元にもいっぱいいます。実は郡山が地元です、ここです。まあ、今日誰も来てくれなかったんですけどすいません、そういうやつたち、やつって言います、もう友達やから。俺は向けた友達。え、俺は、そこら辺のおっさんとか友達よ、聞いてください。しゅうさんお願いします。はい、
ことも大きな壁にぶつかることも必ず乗り越えてゆけるから、誰もがどこかで戦ってる、共に語ったあの夜、俺たちでっかくなってやろうと、決して忘れはしない、心は繋がってるから、友達よ今何思うの、信じた道を ございます。暑い。今日なんかこうやってなんか呼んでもらって本当喋るというかありがとうしか出てこないです。本当ありがとうございます。またなんかあったら僕もね企画結構してるんでまた皆さんで遊びたいです。よし、次の曲で最後です。よし。早いですか。ちょうど。よし。この曲も、まあ、全部なんか大切な人に向けて書いた曲ばっかりでね、僕は、うん、大切な人同士でなんかあいつはああやこうやとか言ってるので僕はしんどくなっちゃったりしてて、うん、あれ変なとこだった、うん、なんやろな、細かいこと言えやんけ、その人が大切か大切じゃないか、それだけでいいんじゃないかなと思って書きました。なんかシンプルな曲やねんけどめっちゃ涙流しながら書いた曲です。大切な人のことを思いながらそこに追ってくれるだけでいいやんか、だから皆さんがここに今日本当にいてくれてありがとうございます。人それぞれ大切な人がいます。なんか大切な人と笑いながら生きていきましょう。そういう曲です。一人じゃない。すべてを愛し、すべてを許す、そんな人間になりたいな。そうしたらきっとみんな笑顔で、優しさで溢れるだろう。皆さん笑顔で生きていきましょう。
続いてください。まあ、少しずつでいいんで、ちっちゃい声からちょっとずつ大きくでもいいんで、いきますよ。優しさで溢れるだろう、はい、優しさで溢れるだろう、はい、まだまだだね。これせっかくね、皆さんここにいるんで一つになりませんか。どうですか、いいですか、お願いします。ちょっとほんまにね、そうということなんで、ここにみんながいるってこと、ちゃんと一つになりたいです。お願いします、いきます。優しさで溢れるだろう、はい、優しさで溢れるだろう、優しさで溢れるだろう、はい、優しさで溢れるだろう。じゃあラスト、もうちょっと絞っていきます。いきますよ、ラスト、いくよ。優しさで溢れるだろう、ラスト、優しさで溢れるだろう。最後もっと楽しいと思うんで盛り上がっていきましょう。クイズでした、ありがとう。